チャンネルはい皆さんこんにちは、はい、ということでこは実は以前もご登場いただきました方なんですけれども、はい、ゲストをご紹介いたしますマッチングアップリメディアマッチアップ編集長オンライン婚活サービス一押し運営の株式会社パラソル代表取締役社長の伊藤早紀さんですすよよろろししししくくおお願願いいまます 覚えてますかマッチングサイト一押し、はい。はい。一、はい、年半ぶりぐらいに。一、はい、年半ぶりぐらいに。<laughs> なんか。はい。 華やかですねどうしたんですかちょっとこの日のためにイメチェンしてきました実はご紹介してから一年半ぐらいが経つんですけどあの何やらすごい変化があったということでこの一年半でなのでちょっとそのあたりを詳しくお聞きしようということでございますなのでじゃあちょっとお願いしていいですかはいありがとうございます今回ですねあの前回もご紹介させていただいた婚活サービスひとおじなんですけれども 簡単にサービス説明を軽く今ってあのマッチングアプリが出会いのきっかけ第1位っていう風に言われるぐらいマッチングアプリすごい伸びていてで市場規模も来年には1,000億円っていう風に言われているんですけれどもやっぱりマッチングアプリって男性はマッチングできないとか振られちゃうとかで女性は出会ってもピンとこないみたいなのでアプリして疲れちゃって。 みたいな人たちがすごい多いんですっていうところの方に向けてあの作ったサービスなんですけど、まあどんなことやるかって言いますと、マッチングプランナーっていう専属のプランナーが、うん、まあ男性と女性の間に入って、うん、あ,あなたたちあの相性を合うからとりあえず会ってみてって言ってオンラインでお見合いを設定するっていうサービスになってます、うん。内容としては、まあ最初にマッチングプランナーと面談をして、でお見合いを設定して初デート。 でその後お互いよければ連絡先交換そして恋愛相談はいつでもラインで OK っていうので、まあ、全部オンラインでやってるので、まあ、気軽ににススマホ一つでで婚活できまますすよっってていうサービスになっておりますオンラインなので面談も初デートも実は全部録画していてで動画をもとにマッチングプランナーが人となりとかを見てあの組み合わせを作るのでこれあの実際にお見合いして連絡先交換成立率,率っていうのが結婚相談所が大体20%から30%っていうふうに言われてましてうちはあの大体6%い。 60%かなり高い精度になっております。 そっかその人の特徴とか個性をしっかり見て合わせていくから高いんですねやっぱりマッチングアプリだとどうしても価値観とか人となりのところってあんま分かんなくてスペック重視みたいなところになってうそうなんです男性の,そのまあ年収だったりだとか年齢見た目身長みたいなところ情報があるだけですもん、ねはい、そうなんですよでそこだけ見て、まあ、判断で男性はやっぱ女性の、まあ、見た目と年齢が多分一番多いんですけど、まあ、そこを見て判断するので、まあ、やっぱり 実際やってみみるとなんか違うみたいな、うん、結構ミスマッチだ、ね、そうなんですミスマッチっていうところで,、うん、でちょっとあの前回1年半前に伺った時とどれぐらいあの一押し伸びたかっていいますと、まあ、大体ちょっとパッと見あの分かりづらいんですけど数字でいうと約3倍になりました関連数。で累計今2,500人ぐらいあの登録していただいてましてで実際にあの1年半で入籍したカップルとか。 あのすごい増えてます<ー>あの。しかもこれ大会した後に連絡いただくんですよ。あの入籍しましたみたいな感じで、LINE でつながっているので、<ー>すごいこうねあの婚印届と一緒に写真を送ってくれて、うん、もうめちゃめちゃみんなで感動してます毎回。<ー> <laughs> はい、あの恋愛経験がなかった男性とかもこれで一回り下の女の子と。 付き合って結婚したっていう方も増えていて<ー>で、まあ、カップル退会者数も、まあ、前回出た時よりも1か月の一押しでカップルになって退会する人る、はい、が7倍になりまして一押<ー>し辞める人の退会理由の1位が。 あのカップルになったので辞めます。っていう。それはいいことです、ね。で <laughs> はい、そうなんです。あのマッチングアップリって結構その何て言うんですか？カップルになると辞められちゃうから、企業的には儲けにならないみたいなのはちょっとたまに言われたりするんですけど、実は結構違くてカップルになるとやっぱ。 友達勧めてくれてでさらに呼んできてくれて人が人を呼んでリファラルで増えていくっていうのが結構で、ね、きてましてまあそのおかげで会員数がやっぱこれだけ7倍カップ大会者数増えても3倍会員数は増えてるっていう<ー>あの伸びになってます。はいで前回出演させていただいた時にですね、はい、あのこの時あのすごい反響で実は。あののモンンチャンネルきっっかけ入会っていうのが

乗ってるよね。そうなんです。動画が出てきて、うんうん、あの、100人以上、まだまだ来ていて、で、まあ、どういう人が来てるのっていうところで、多分想像なんとなくできるかもしれないですけど、こういう理系男性。ぽいんだよなぁ。<laughs> ザ・ホリエモンチャンネルって感じしませんか？思いますよね。思いますよね。めちゃくちゃ思いめちゃくちゃポリエモンチャンネルなんだよな。見てそうな人。見てそう。ありはい。あの本当平均年齢三十三歳。平均年収六百五十万。結構もらって。平均でかですもんね。高いですよね。そうなんです。でも今本当に六百万以上って女性高望みって言われちゃいますからね。六百万。そうなんですか。 言われちゃいます。えどのくらいが高望みと言われないぐらいのラインですかそうですね。今だと、ま400万だと特に何も言われないぐらいな感じですね。あまあ年齢にもよりますけど。そうなんですね。そうなんですね。<laughs> <laughs> やっぱ掛け合わせもあってやっぱ女性って全部を平均は普通以上求めるので顔も清潔感あって普通以上コミュ力も普通以上、うん、で年収も普通以上、うんまあ、彼女たちの普通はやっぱ500万とか600万とかなんですけど、うん、ま掛け算していくとでかける未婚みたいなところ行くとあんまりいなくなっちゃうので,、うんうでね、婚活市場で言うとちょっと高望みって言われちゃうんですけどまあそういう。 人たちそういう、ね、女性の望みからするとかなり高い方たちで、まあ、エンジニアだったりコンサルだったりとかってロジカルでデリケイなしっていうところでーニーズでいうとこんな感じですねあのモテたいわけではないみたいなもう <laughs> <の><ー>彼女1人いれば OK みたいな感じで<ー>価値観とか性格合えばで逆に結構ライフスタイルが確立されちゃってるので。うん もうキャンプ行ったりサウナ行ったり趣味が結構あって一人でも過ごして楽しいみたいな人たちなのでちょっとそういった自分を理解してくれる人がいいみたいな。うん、でかつ女性側も働いてて自立してほしいみたいな方っていうのでまあそういった男性がですね最近のまあ女性のですねまああのしっかり働いてて自分の仕事頑張りたいとかエスコートとかよりもまあ対等でいたいとか男らしさよりも 誠実さみたいな人たちにこうフィットしていて、ブリエモンチャンネルから来た男性のカップル大会率っていうのは全体見ても高いみたいな。めっちゃでも、いい話じゃないいい話ですよ。めちゃくちゃいい話なんだよ。我々貢献してますげえいい話よ。いや、すげえいい話だね。めちゃくちゃマッチしてんね。めちゃめちゃマッチしてます。あの、本当今回お礼にしたぐらいな感じです。めっちゃマッチしてんね。 いや自分の仕事を頑張りたい女性ってすごく聞くんですよ多分私もそっち族なんですけど、うんうん、そう考えるとやっぱりなんか家庭に入ってほしい的な男性だとやっぱり合わないなと思ってしまうから家庭に入ってほしいっていうのはさうん多分自分は仕事頑張るので家事やりたくない。うん 多分育児もそそんなにそれを全てになに、にれれ、をててっくでも子供は欲しいとかじゃないですかね。もう今ね、家庭入って欲しいいいう男性、ほんといないですね。い<ー>いないけどちょっと厄介だなって思うのは共、うん、働きがいいって言ってるけど、うん、子育ては手伝うよぐらいな感じみたいな <laughs> 仕事はタイトでいたいのに、うん、育休とかはなんか取らないみたいな、うん、仕事はこっちがメインだよみたいな風になっちゃってると。 結構そこで相こ互が生まれたりするんでちょっとマッチングプランナーというか人押しでそこは教育してますね。対等ってそれ何みたいなところはちゃんと話をしてますね。へそういうところも相談乗ってくれるんだあ相談乗りますすごくあの恋愛観というか、まあ、そのどういう人がいいんだっけみたいなところをコーチングの研修もみんな受けてるのであの理想から。すごい時代になったよね <laughs> なんか 便利になったのか便利になってないのかよくあんないよねえ。確かに確かに。そうよ。SNS とかになってすげえ出会いやすくなったはずなのに、うんうん、結局アナログでコンサル受けてるみたいな。確かに <laughs> あ。確かに。やっぱ自由って人を苦しめますよね。あのマッチングアプリで自由にいろいろ選べるようになったからこそ、すごい悩みが今。ああ、なんか言うよね。ててそういうふうに言うよね。はい。はい、もう俺逆に、 あ、だから、そう、そういう話をしてた。うん、マッチングアプリとか前線になってきたから、恋愛強者はより強者になっちゃったってあ、そうなんです。ああ、まさに。あの、やっぱここにいない、まあ、理系男子って言いましたけど、逆にその文系男子って言うとちょっと合いかもしれないですけど、商社マンバリバリみたいな人が、マッチングアプリで複数女性を独占するみたいな感じに、やっぱピラミッドになっちゃってるので、うん、やっぱこういうね、人たちの良さが、 分からないそう、なんか、俺はなんか、こういう人たちって言ったらあれなんだけど、うん、その、最初の一歩を踏み出せないような人たちが、LINE とかでピピってやったら出会えるから、うん、そういう人たちにもチャンスがいっぱい回ってくんのかなと思ってたら、全然そんなことはなくて、うんはい、そういう人たちは、 そうなっても思い悩んでんだよね。そうなんですよ。ちょっと前までは、あの、ハックすればなんとかマッチングまでできてたんですけど、やっぱ教授がまた入ってきちゃって、あの、ま、キャズム超えてこう、今までマッチングアプリやってなかったような人たちが入ってきて、またもう現実世界とほぼ一緒みたいな。いや、現実世界より、より、そう、より、その、なんか貧富の差じゃないけど、話しかけるのも楽じゃん。はい。メッセージ送るだけだ。そうです。 電話とかさ、リアルで会うの大変じゃん。めっちゃ手間も時間もかかるけど、要はマッチングされたいと思って来てるからね。確かに。合コンとかはそうでもないじゃん。飲み会とか合コンとかそうでもないし、会社とかさ、学校とかはさ、よりそうでもないじゃん。だからなんか貧富の差が広がったみたいな。そうなんです。SNS 時代はどうやらそういうことらしいです。じゃあその婚活 さ社会にちょっと行っとて、はい、<laughs> そうですね。あの、<laughs> 人同しが入って、まあ、対立、対等なマッチングをちゃんと作るみたいな、うん、本来人柄とか誠実さとか、まあ、その長期的な関係性って考えたときに、やっぱり、あの、そこじゃないんじゃないみたいな話をする。しかも教育っていうのがいいですよね、はいまあ。教育って言ったらちょっと言葉が強いかもしれないですけど、うん、いや、それって本当に考え方まあですテクニックだからね。う,うん。ただの。 こうやって考えた方がいいんじゃないですかとか、うん、この方がいいですよっていうのを、うん、多分アドバイスしてもらえる環境も今までなかったんだと思うので。そうやっぱ男性はスキルアップ、女性はマインドセットだと思っていて、<う>男性はやっぱそのテクニック的なところを教えてあげる、そのデートは予約するんだよとか<ー>。<laughs> 奥に座らせなさいいいととかそ<ー> <laughs> そうううったたことを教えりねベーシックな話、ねはい、ベーシックなところもできてない人たちが本当にいらっしゃるのでそういったところを教えて、うん、で女性にはやっぱりその高望みしすぎるとあのもうそうやってスーパーだよみたいなそこをあなた頑張れるみたいな話をして、まあ、ちょっとそうじゃなくてあなたの良さこういうところなんだからこういう人とマッチングしなさいとかあ<ー>あそんな強くは言わないですけど結婚したいんだったらこういう人がいいんじゃないみたいなのをまあ話して。 あのまあ、適切なマッチングじゃないですけどしていていカップルになっ,てもらってます、ね、でも結婚相談所と違って、うん、その入籍まで追っかけないんですけどやっ,ぱやっぱうちでカップルになって大会してた人まだ1年半なんですけどもうカップルになったら,なったらもうあの2割ぐらいはもう入籍していてお,ちお付き合いで終わりなんですけどうちのサービス自体は。 なんで結構なんかちゃんと相性があってとんとん拍子で入籍されてるみたいですね、うん、こういうニーズもあるんですねそうですねやっぱ婚活って今まで恋愛職場内恋愛とか、うん、あのとは全然違うのでなんか1時間で相手見極めなきゃいけなくてなんか職場恋愛とかって1年2年一緒に働いて。 人となり知った上でしかも他にもあの人いいよねとかって第三者の目も働いて決めれるんですけど婚活って一人で1時間で相手を見極めなきゃいけないのでやっぱすごい難しいんですよ、ね、怖いよね怖いです <laughs> どんな人か分かんないもんね。はい、なんか付き合うと評辺する人とかいるもんねいますいます確かに、はいいるらしいよねうん嘘ついてる人とかもいますしねいるよねはい。 既婚者だだったりだとか、うん、普通に出会うよりハードル高いですよね1時間半で,で嘘つかれる可能性も普段より高いのにそれを見うなんですよでまあそうなってくるとやっぱどうしても見た目とかになっちゃうじゃないですか<ー>最初のと年齢と、<laughs> はい。それはもったいないよねっていうところで、まあ、ちょっと人押しが間に入ってマッチングさせていくいな。なるほど <の>結構長期的に関わってくださるんですか？ひとおしは。あ、そうですね。あのまあおは最初お話聞いて面談して、まあ交わせを作って、大体皆さん四か月か六か月ぐらいでカップルになって退会して行かれますね。すごい。でも半年間粘ってくださるんですね。はい、そうですね。<ー>半年にわるでわ <laughs> 長い人はもっといますけど、はい、まあでもうちのマッチングプランナーをみんな副業で、あのマッチングアプリでみんな。 あの婚活して結婚したっていう女性、しかも同年代の女性が多いので、割とこう親身になって、あの共感もしてくれて、でしかもリクルートだったりだとか、あの本当バリャリ女子みたいな間に入ってくれるので、はい、いろいろ相談も取れるっていう感じですね。超値段感とか、サービスの内容とかもいいっす。PR を最後ね。あ、ありがとうございます。代わりにありがとうございます。すみません。はい。 私がやっている婚活サービス、一押しなんですけれども、あの、今、絶賛成長中でして、まあ、独身の男性、まあ、もちろん女性も、あの、まだまだ、え、募集中というか、あの、入会受け付けておりますので、今、あの、もう結構入会が殺到していて、マッチングプランナーが足りないぐらいな感じにはなってきているんですけれども、あの、ホリエモンチャンネルを見たって言っていただいた方には、期間限定で割引もありますので、えー、ぜひぜひ、あの、ご入会をよろしくお願いします。うそうなんですね。はい。 じゃあ、ぜひ皆さん、出会いのチャンス、ひとしにあるかもしれませんので、はい、ぜひ皆さん調べて、入会してみてください。いその時はぜひ。ホリエモンチャンネルを見た。ですかねはい、はい。ホリエモンチャンネルを見たと、入会アンケートに書いてください。はい。<laughs> それでは、本日は以上ですかね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。 堀江エ文タフミのブログでは言えない話毎週メールマガジン出しております。僕のですね、えー、皆さんの質問に対する答え全部答えております。ルールさえ守っていただければ全部答えますので、メールマガジン入ってみてください。月額880円。だいたい1週間あたり220円で、1問あたり220円で必ず答えるということで、えー、ぜひ、えー、行ってらっしゃい 雑談アプリでは月額1,500円でビジネスパーソンの音声聞き放題そして動画も見放題ということで一押しう。